有楽町のフォーラムを東京寄りの出口へ出てまいりました。目の前に三菱1号館が見えてますね。1号館のビルがずっと見えてます。上にこの辺りはね、青葉が少し、出てきてるという感じでございまして、桜はない通りですね。残念ながら。では1番館の中へでも行ってみましょうか。はい、1号館の交差点に来ました。ね、再建された1号館ですね。レンガ造りの昔、明治から大正にかけてのレンガ造りの建物がたくさんあったことを彷彿させるようなレンガ造りです。3階建ての堂々たる1号館の、今はね、博物館とか催し物展示会場にもなっています。銀行の様子のアートが見れるところは、今はそういうレストランとか喫茶にもなっています。1号館の中は、以前はここは銀行のカウンターがあったんですけども、そこは今、ね、カフェになってまして、すごく重厚な感じと天井が高いということが有名なんですよね。今はこのようなカフェになってます。で、見ていただくように天井が高くて重厚な感じで、このような、ね、窓口があったの、これは銀行の名残ですね。銀行の名残のこのような、ね、窓口のような形で、この向こう側が、この向こう側が銀行の職務をやっていた場所ですね。で、まあ、この時代のように、2階に渡る廊下というんですか、ぐるっと廊下が回っていまして、ここが重厚な入り口といえて、ね、重い木の扉があるということでございます。から歩いてきますと、1号館の後ろにある、近代的なビルと1号館の博物館の間に中庭がありますね。ここはね、確か桜か何か、桜咲いてますね。あったと思います。もう葉桜になっている桜もありますが、一部まだ桜が残っています。ここはね、自由に来てに入ってまいりまして、
桜がありますね。これは桜ですね。もうだいぶ葉桜になってますが、桜があります、ね、これは桜です。もう葉桜になってますが、桜がありまして、中庭のね、こう日が照ってるとこは緑がね、青々としてきましたね。なんか新緑という風な感じの緑がね、ちょうど太陽が照り込んでますので緑が冴えてます。これはこれも桜の木ですね。大手まりと書いてあります。そしてはい、芝生のね、緑が綺麗な感じで、本当に、ちょっとした庭がありまして、みんなあのテラスがあったり、あるいはベンチがありますので、ベンチに腰掛けたり、水の流れもね、なんか水の流れの音も聞こえるような感じでございます。真ん中には噴水などもございまして、ね、緑がねいっぱい、大きな欅も植えてありますし、桜のも咲いていたんですね。これを上に上げますと、このビルのずっと上が見えるんですよ。ほら、高いビルがあります。ね、オフィスビルとあの飲食街の商業ビルが一緒になった総合的なビルなんです。三菱1号館のビルですね。